平野の洋画暴が、ばくろ、きり海外 NG、行きつく先はジャニー VS、ジュリー、親族バトル。名よりスマップ真似、創業家の確執。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。 QNG&OPS の平野市要26、岸裕太27、神宮寺裕太25が5月22日をもってグループから脱退した。平野と神宮寺は同日、ジャニーズ事務所からも退除。主演映画の PR を残す岸は9月30日をもって退除する。翌23日19時には、事務所に残留した長瀬恋24。 と高橋海人24が公式 YouTube チャンネルなどで生配信を行い、新生金プリの今後の活動についてファンに報告した。そんな中、物議を醸しているのが平野の最後のブログだろう。22日の22時50分、平野はジャニーズ事務所公式モバイルサイト、上秘ナイスウェブ、内のブログを更新。 明日から QNG&OPS じゃなくなると思うとめちゃくちゃ寂しいようなジャニーさんがデビューさせてくれた最後のグループだしねとし、シジャニーさんごめんね。目標届かなかった。ただできないと言われたら仕方がない。もし天国であったら怒られるんだろうなしょう。と、ジャニー北川氏、去年87の名前を出し、目標届かなかった、と綴ったのだ。 資格海外進出に厳しいと明言した事実はない。2022年11月、公式サイトでは平野、騎士、人流事の退場理由を海外での活動をはじめとして、それぞれに目指す方向が異なってきていることも分かってまいりました。と説明。ファンクラブ会員向け動画で平野は、改めて自分の年齢と向き合った時に、 海外で活躍できるグループを目指すというのは、そこにグループのそれぞれの活動方針を踏まえた上で、全力で取り組んだとしても、もう遅いなと感じてしまい、目標を失い、今回の決断に至りました、と話していた。 2022年11月の週刊文春文芸春秋によると、ジャニー氏の悲願だった海外進出を実現しようと奔走していたのが平野、騎士、神宮寺で世界での活動について取り合ってくれない現社長の藤島ジュリー恵子氏56に不満を持っていたという。ジュリー氏は所属タレントのドラマや映画など、 国内での仕事を重視しており、事務所に残留する長瀬と高橋も同じ考えだったとも報じられている。平野のブログを受け、5月24日配信の東スポウェブでは、平野らに海外進出は厳しいことを伝えたという情報は事実か、とジャニーズ事務所に問い合わせたが、同社の回答は、海外進出に対して厳しいと明言した事実は一切ございません。 というものだったという。四角トラジャの海外留学デビューは失敗か、芸能プロ関係者が話す。平野さんはブログで自らを見出してくれたジャニー氏には感謝を示したものの目標届かなかった。ただできないと言われたら仕方がないと綴った。これは海外進出よりも国内仕事を重視していたジュリー氏への恨み節にも思えますからね。トラビスジャパン。 トラジャの失敗もあり、ジュリー氏含む事務所サイドは、キンプリの海外進出に消極的だったとも関係者の間では言われています。トラジャは2022年3月からメンバー全員でアメリカらに留学。ダンス大会やオーディション番組での活躍を経て、9月に当地の名門レーベルと契約し、世界デビューを果たした。 しかし留学に行った直後からファンが急激に減ってしまったんです。ファンの心理からすれば当然ですが、近くにいない、活動を目にできない、交流ができないとなったら、別のグループやタレントへと乗り換えたくもなってしまいます。ジャニーズファンの間では、タンフリと言われていますが、留学後からトラジャのタンフリをしたという人はかなり多かったんです。全能。 四角夢を追いかけたジャニー氏、現実路線のジュリー氏、トラジャのファンクラブの会員数は今、14万2000人ほどだという。近年デビューしたグループは最初に爆発的に会員数が、増え一気に50万人近くに達することも少なくありませんがトラジャはそうではなかった。留学をきっかけにファンが激減し、タレント価値も減少。 トラジャは新規のグループとしてはあまり売り上げもかんばしくないといい、デビューはしたものの一からやり直し、といった状況のようです。ジャニー氏は自社のタレント、グループが世界的な活躍をすることを夢に掲げて、平野さんたちもその夢の実現のために努力を積み重ねていた。ただ、ジャニー氏は会社の経営面は見ておらず、プロデュース業がメインでした。 確かに BTS のような世界的なグループになることができれば素晴らしいですが、数字を見ているジュリー氏、事務所上層部から言わせれば現実的ではないということだったんでしょうね。どう四角ジャニー氏が次期社長に指名していたのは i 氏だった。国内で高い人気を誇り、ポスト嵐として活躍を続けてきたキンプリ。 彼らがトラジャのように海外に拠点を移してしまえば同じようにファン離れが進み、タンフリしてしまう人も出ていただろう。経営者としてはそんなことさせるわけにはいきませんよね。だからこそ、ジュリー氏はドラマや映画など国内市場を重視しているのではないでしょうか。ただ、平野さんたちからすれば小さくまとまっていると感じ、不満を抱くのも仕方がありません。 当初、ジャニー氏から言われていた話と違い、会社都合でやりたいことができないわけですからね。金プリの海外進出が許されなかったのは、突き詰めれば夢を実現したかったジャニー氏と経営者として現実路線を取るジュリー氏の親族バトルと言ってもいいのかもしれません。ジャニー氏は、名のジュリー氏ではなく、元スマップチーフマネージャーの IC の方を買っていたといい。 ジャニー氏とジュリー氏は同じ創業家でありながら確実があったとも言いますよね。前での芸能プロ関係者、スマップを国民的グループへと育てた IC の手腕を高く評価していたジャニー氏は、次の社長は絶対に愛、愛しかいない、と話していたといい、基本的に女性スタッフと話をしないジャニー氏が唯一コミュニケーションをとっていたのが愛 c だったと、2019年7月の フミハルオンラインが報じていた。金プリが海外進出できなかったこと平野さんたちの退場が行き着く先はジャニー氏とジュリー氏の創業家の対立だったのかもしれませんね。全道ジャニー氏とジュリー氏の確執が時を経て、金プリを分裂させることになったのだろうか。近く、お顔がめっちゃシャープ、平野氏用、七三分けも似合いまくりなビシッとスーツ姿。 長瀬と高橋の新生ンプリは楽曲のリリースやファンミーティングの開催、新番組など、やつぎ早の発表でファンを喜ばせたが、ジャニーズ事務所を退所した平野、人龍寺の動向にも注目が集まっている。